はい。皆さん、こんにちは。バナルグリビジです。では、今回は、デーの決断3日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。えー、前回、ガダルカナル基地の攻略が完了したので、えっ、ー、と、次の作戦として、えー、まあオーストラリア攻略戦を始めていきたいと思います。で、その前にやったこと2つあります。えっ、ー、と、まず1つがですね、えー、国力という意味で、えっ、ー、とー、ソビエト。 に対して外交を展開しています。外交費5000円を投入して、スターリンに対して、まあ、すり寄っていくと。もう一つがですね、オーストラリア攻略にあたって、周辺、えー、まあ、基地に対して、え情報収集を行いました。で、ポートダービンの方がですね、航空隊200、守備隊99とかなり硬そうです。で、タウンスピル。ここもね、かなり硬そうですね。航空機150、守備隊91。 で、ブリスベン、ここも硬いですね。守備隊70、航空隊170というかなり硬い基地3つを相手にしなきゃいけないというところで、まずは、えー、タウンスビル、ここを攻略していくのが一番最初になるのかなというふうに思っています。まあ、ただ、このタウンスビル攻略するには、えっと、敵の航空機150潰して、えー、飛行場も2つ潰してというのが必要です。 そうなると、ポートモレスビーの再建がね、必要不可欠かなと思ってまして、えっ、ー、と、ポートモレスビーに、まあ、用動をかけていきたい。まあ、用動というか、あの、増強をかけていきたいというふうに思っています。で、五航軍艦隊の方は、一旦ですね、ガダルカナル基地に入って、ここで物資を補給しようかなというふうに思っています。なので、まあ、その後ね、タイミングを見て、ポートモレスビーに対して、まあ、 増強をして、その後、一気に攻略を行っていこうかなというふうに思っています。その時に一応トラックからですね、第一艦隊、大和武蔵入った第一艦隊を投入する必要があるのかなというふうには思ってますので、ここは少し確認をしながら進めていきたいと思います。でハワイの方はね、戦力増強しましたので、この第八艦隊中心に敵艦隊が攻めてきたらですね、 迎えうとうかなというふうに思っています。では、時間を進めていきましょう。もう本当にこのオーストラリア攻略がかなり厳しそうだなという印象がありますね、ここまでのところ。さあ、第5航空艦隊の方には輸送船に補充をかけていきます。 で、アメリカ軍は第一艦隊が、あまあ、潜水艦隊ですね。寄ってきているという状態ですね。<noise> では、第五航空艦隊の方に石油を補充していきましょうと言っても、石油の備蓄もいっぱいあるっていうわけじゃなさそうだね。 37日1ヶ月分。さあ、困りましたね。どうするまあ、セオリー通り進めるんだったら、サンタクルーズ、えー、あとはエスピリッツサンド、この辺りのソロモン諸島を完全に攻略した後に、えーまあ、外堀を埋める形でタウンスビル、ブリスベンあたりを攻略していくっていうのが、 おそらくセオリーになると思うので、その通り進めるか、ダ、えー、ウンスールに対して電光石火攻略を仕掛けるか。ただダウンスールに関して言うとね、敵の艦隊はいないもののハワイ並みにきついんじゃないかなと思うんですよね。で、ハワイよりも戦力が落ちていると考えると、うん、ちょっと、二の足を踏んでしまいましたね。で、建造中の艦なんですけども、どうだろう。まだまだ、 4ヶ月、6ヶ月とかかかるものがほとんどだよね。2ヶ月でできるものが、まあ、駆逐艦とかはありますけど、まだドックに入ってる状態。で、えっと、一応ですね、艦隊っていう意味で言うと、例えば第二艦隊不在なんですが、ここに新しく、えっと、入れるとしたらですね、軽、ま、巡、あ、以下、 えー、駆逐艦が何隻かというのと、潜水艦が何隻かっていうのが出来上がってはいるものの、これが果たして、えー、まあ敵基地攻撃に対して有効な戦力かというと、決してそうではないんですよね。やっぱり敵基地攻略をするにあたっては、今作ってる空母、まあ、こんだけ空母一応建造中ではあるので、この空母が完成するのを待つ必要があると。で、空母、そうだ、あのー、 さっき、やったこと二つあるって言いましたけど、三つあります。空母、加賀もね、えー、二隻、加賀型の空母二隻を新たに、えー、建造中という状態ですね。ただ、空母が出来上がるのが、まだまだ、先だと。四ヶ月先。まあ、年明けですね。今、1942年10月の27日なので。じゃあ、年明けまで、 えー、まあ、攻略を待つのかというと、ちょっとそれも微妙なので、そうなるとやっぱり、えー、近隣、サンタクルーゼ、エスピリッツサンド、このあたりの攻略を進めていきますか。まあ、生産力がちょっとでも上がってくれればというところで、削り合いにはなりますが、えー、第5航空艦隊を、敵基地攻撃に向かわせましょう。 じゃあ攻撃目標はサンタクルーズ、エスペリスサンドと順々に攻撃を仕掛けていきましょう。まあ、両方とも、ナグモ艦隊の力を持ってすればあ、十分に攻略可能な基地かなというふうに思います。サンタクルーズに向けて攻撃を開始していきます。では時間を進めましょう。米豪遮断作戦開始です。 敵の艦隊を、まあ、潰しておけるときに潰しておきたいからね、ちょっとで、ね、追撃しましょう。敵の潜水艦隊を追撃。どこに向かうかは別にしてですね。さあ、サンタクルーズに対して、空撃を仕掛けていきます。 いや、これでもさ、ナグモさんの艦隊に入っている航空機315と劇的に増えたおかげで攻撃力が増えてるね。この後、まあ、あのー、さらに艦隊の増強を図るっていう意味では、航空機を増やすしかないんで、再び、 トラックあたりに入れて航空機の補充をするというのも手ですね。ではサンタクルーズに対してもう一度空襲をかけます。これで守備隊を無力化しましたね。直演も無力化。そしたらエスピリッツサンドまで、えっ、ー、とー、空撃をかけて、空襲をかけて、えー、その後にまとめて、それをもうちょっと、 食い,ましょういやポートモレスビーがもうボロボロだからな。 よしサンタクルーズはえー攻略完了ですねそしたらエスピリッツサンド攻略に向かいましょういや本当にに南雲さんと山口さんむちゃくちゃ活躍してるね でこの後はトラックに戻って、えー、一度ね、航空隊の補充等を行っていきます。守備隊も削って、えー、要塞も削ったので、あと直円を潰しきれば、エスピリスサンドの攻略が終わるかなと。 もう一度空撃をかけて、いや、直縁と砲撃もして一気に決めよう。よし、エスペリスさんと基地も攻略完了ですね。いや、ソロモン諸島はあっさり確保したな。そしたら、えっ、ー、と、第五航空艦隊は、まあ、一度、トラックに戻して、航空隊の補充を行いましょう。 ここまで順調だとちょっと怖いぐらいですけど、まあ、トラックでしっかり、まあ、休養、含めた補充を行って、えー、そこでタウンスビル攻略の、まあ、糸口というか足掛かりというか前哨戦というか、そういったことをね、やっていきましょうか。で、あとですね、ちょっと考慮しておかなきゃいけないこととしては、 トラックに入っている第一艦隊をどう使うかなんですよね。今第一艦隊、うまい使い道が、いまいちないという状態なので、これをちょっとうまく使っていきたいよね。航空隊を余らせておいてももったいないというのもあるし、かといってエスピリッツサンド、ここに航空機配備しても使えないからな、ポートモレスビーももったいない。となると、 うーんやっぱり航空隊、空母がもうちょっと欲しいよな。空母沈められちゃったのが痛すぎるわ。ちょっとしょうがないので時間を進めていきましょうか。あとは、うーん今トラックに入っているこの第一艦隊をどう使うかですよね。そうか、第一艦隊も一応、空母、 昇格とか随格もう一個は随格だね。入ってるんで、これらの空母戦力も、まあ、使っていかないとちょっともったいないかな。そう考えると。なので、ここに冷戦の3-2型。配備して、救急の干舶救急の艦航 偵察もこなせる観光を入れておきましょう。で、えー、っと、髄核の方、見ましょう。髄核の方も、いやー、これでも、救急の感爆とか、バリバリ入れていかないと、もったいないね。このまま寝かせておくにはもったいないので、 そうすると、この第一艦隊を場所としてはどこに持っていくかだね。ボートモレスビーは危ないので、まあ、ガダルカナルになるね、そうなると。ガダルカナルからタウンスビルを狙う形になると思うんで、まあ、フィジー、サモア、この辺りも勢力圏内に収めるかどうか、ちょっと考えどころだと思います。であとは、えっと、生産力上げているのでん、冷戦の3人型、これの生産のライン数をちょっと増やしましょう。 で、あとは救急の干爆いや、意識の立候とかの方が距離長いので意識の立候にするか。意識の立候、ただ生産のライン数としては十分といえば十分だもんね。救難の観光もまああるし、救六の立候だったら意識の立候の方が圧倒的にまあいいので。うーん。 9ナの式の重爆。百丈。いやー、本当に悩ましい。はやぶさを用意しておくってのもありだよね。もうちょっと。まあ、時期。航空機として。で、あとは、まあ、救急の艦爆。救急の、うん、救難の観光。どっちを取る救難の観光だな。で、救急の艦爆もう一個、追加しましょう。 OK だ。これでいこう。では、時間を進めます。トラックから、艦隊は出ていない。ああ。ガダルガナルに向けて出航しましょう。 ガダルカナル基地に寄ってってねとガダルカナル基地の場所がごめんなさいちょっと今見つけられてないどこ行ったあここだね ガダルカナル基地に入りましょう。もう本当に、勝負になるのかどうかっていうのが、わからん、お第一航空艦隊。アメリカ軍の第一航空艦隊が近くにいるな。これに策的だな。そのために、第三艦隊も紹介に出しましょう。 敵が迫ってきているのは間違いないので。問題はどこにいるかなんですよね。第8艦隊も、まあちょっと怖いですけど、怖いですが、まあ一番怖いのは、ハワイ基地の飛行場がやられるのが一番怖いので、え先に、 艦隊を出して、敵の位置を探ります。マンダレーの、は、敵、侵攻部隊を撃退しましたね。 さあ、トラックの方に艦隊が入ったのでえ、ここで輸送船に補充を仕掛けていきます。まあ、仕掛けるっていうと、ちょっと言い方あれだね。えっ、ー、と、補充をしていきましょう。物資を補充していきます。 まあ一番怖いのが、ハワイ基地の、まあさっき言ったように、飛行場がやられちゃうとね、もう敵に対しての反撃する術が、まあ実質なくなるという状況になるので、まあそれを避けるためにね、危険を承知で艦隊を出しましょう。 さあ、トラックの方で、えー、第五航空艦隊の方は補充が終わりましたので、えっと、あと、航空機の方の補充を少ししておきます。赤木に、赤木とか結構減っちゃってるね、本当に。連度が。 やっぱりそこまで高くないって考えておいた方がいいのかな。なんか思ったより航空隊の消耗があ起きているなっていう、そういう印象がありますね。なんかもうちょっと余裕を持ってガダルカナル基地攻略できていたんじゃないかなという予想よりかはダメージがちょっとあるかなと。 で、第1艦隊はガダルカナルに入った。入ったね。そしたら、さあ、ここからだよね。怖いの。ガダルカナルから、うーん、一旦フィジーとかこの辺押さえとくちょっと一旦工作員500。金突っ込んででも入れよう。守備力15。生産力11。生産力11は悪くないよね。サモアは。 サモアも加熱っも。生産力6。うーん。航空隊63。このフィジー、サモアを取ったことによって何かいいことがあるかっていうところぐらいかな。もうハワイの次はサンフランシスコになっちゃうんで、まあ、敢えて言うならこのバルミラあたりを攻略しておいて、まあ、アメリカ軍としては長期戦ができない状態にする。 まあ、ハワイと西海岸を往復させるっていう動きですよね。まあ、これって、まあ、日本がトラックとハワイを往復するのと同じように、それなりに石油を消耗するんで、長期戦、長期間の作戦行動ができない状態にできるので、バルミラーあたりを潰しておくっていうのは手かもしれない。ただ、サモアとフィジーを攻略する意味はないよね。であれば、 タウンスビルにいきなり攻撃を仕掛ける。ただ見てこれ、戦車915。航空隊150、守備隊91。ああ、ここ潰すのはしんどいよな を潰すのは厳しいよ。どうしようかね。本当に悩むところなんですが、まあ、第五航空艦隊と合わせて、2個艦隊でダウンスビルを攻略するっていうのが、まあうーん、一番作戦として、えー、まあ、目的を達成しやすい、そういう作戦になるのかなと。 いう気もするんですけどね。まあ、ブリズベン、まあ、シドニー近郊ブリズベンに進行っていうのはないと思うので、タウンスビルに入ってタウンスビルを、まあ、どう攻略していくかっていうことになるので、うん。トラックにいる第五艦隊、これをガダルカナルに向かわせましょう。 で、えー、タウンスビル攻略を行っていきます、米、ま、豪、あ、遮断作戦ですね、まさに。そうすると、ポートモレスビーも、まあ、ようやく空襲から、まあ、逃れられるというか、多少夜寝れ,寝れる環境を作ってあげられるかなとも思うので。 じゃあ、ここで、えー、作戦を行っていきます。ただ、ちょっとこれ結構厳しいので、セーブだけさせてください。で、これでガダルカナル基地から、ダウンスビル攻略作戦を行っていきましょう。で、一応もうここはね、敵の飛行場も攻撃するし、えー、もう本当にダウンスビルを全力で攻撃していくと。おいうことをやっていきましょう。 ただ、最初は、飛行場、湾幸施設への攻撃を控える。いやー、飛行場2個しかないから、飛行場も潰した方がいいね、先に。第5艦隊、第5航空艦隊も、同じく、敵基地、タウンスビル、ここに対して、攻撃を行っていきます。 じゃあ、いよいよ、オーストラリア進行作戦、始めていきます。ハワイの方にはね、第一航空艦隊、敵の航空艦隊が、機動部隊が迫ってきているという話もあるので、まあ、注意は必要ですね。 さあ、では、航空隊はタウンスビルに対して空撃をかけていきます。どう発注しか出れないってことはまだ、あれだね。干拓が到達できる距離まで入ってないので、もうちょっと近づく必要がありますね。これでタウンスビルに届くんじゃない届かない。まだ届かない。もう一個にじり寄り必要か。 第一航空艦隊、うん、第一主力艦隊の方も同じですね、そうなると。もうここまで距離が近づけば確実に、えー、艦の空襲が可能なので、艦爆で空襲をかけていきます。ヒトラー相当、再び。ありがたい。ここで三式弾の開発成功なのさっきは何だったのさっきっていうか前回って言った方がいいのかなじゃあ、タウンスビルに対して、空撃。 え、期三315機を出撃させていきます。頼むぞ。よっしゃ飛行場潰したなんもう久しぶりによっしゃって言いましたけど、この飛行場を潰せたのは本当にでかい。あとは守備隊に対して空爆を仕掛けていきゃいいだけだからね。で、えー、こっから航空隊を出していきます。春日丸とか費用、 えー、運用に乗せてなかったのなんたるアホ臭さなんだもったいないこの辺艦隊の司令長官としてどうなんだいという感じがするなより確実に攻略戦ができたんじゃないのっていう ねえ、感じしますよね。まあ、それでも160機出せるっていうのはありますけど。えっ、ー、と、これで守備隊がマイナス7。駆逐艦が何隻か、えー、完成してますね。なに、小艦艇に被害が出ていますか。やめてくんねえかな。第5艦隊、大丈夫だね。まあ、空母が無事だったらいいですよ。 <laughs> いいですよとかなんか他人行儀な感じになったけど空母が無事なら OK ですいやー心配尽きないけど大丈夫だハ第5航空艦隊何もしてないのにダメージばかり出そうだわちょっと待って第5航空艦隊大丈夫か ちょっと待って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 ,て。なんか沈没したみたいに出てたけど。どういうことうーん、第三戦隊だなまあ、空母にダメージ出てないので、もここまで来たら潰すしかないよ。いや、いつまでダメージ出てんのよって話だよね。 ちょっと待ってね。そう考えると、先に、先にだ。空撃のみを行って、第一艦隊も同じですね。空撃のみを行って、敵の、守備隊を減らしましょう。その後、その後、 えー、うわ、飛行場が復活してる。直縁がいないものの、絶対航空機いるので、早めに潰さないといけないな。敵の飛行場。23時だと、空撃はできないので、中止だ。この空撃で、敵の飛行場を潰す。 で、守備隊はマイナス18。第一航空艦隊。まあ、第一主力艦隊って言った方がいいかな。えっ、ー、と、ここからも航空機を出して、守備隊を削る。これの繰り返しですね。まあ、もう本当に無駄な、損害が、 出てしまいましたからね。よし、守備隊決った。そしたら、これでダンスビル基地と攻略完了ですね。いや、思ったよりすんなりはいったね。ワンコー施設は3のダンスビル攻略完了。そうすると次ブリスベンになるんだよね。シドニー。シドニー攻略を、まあ、行うかどうか。 本当に悩ましいところだな関西機の数をちょっと増やしておいてあげたいなっていう気はするんでね。確かに。ここは配備今すぐできるわけじゃないからなうん、タウンスビルまで攻略をできた以上はブリスベンまで進みましょう。 まだ29日、作戦行動ができるので、えー、ここはもうブリスベンまで攻略して、一気に、オーストラリアを無力化するということにしましょう。まあ、基地と出るか京都出るか。ここも、セーブをさせてください。もうここまで順調だったのでね。 では、続いて、シュドニー、ブリスベン攻略作戦始めていきます。ハワイの方がちょっと気になるね、敵の艦隊が出ていないようですが、一瞬展開していたのは間違いないんでね。まあ、それが本当に、あの、どういう形で、え、敵が動いているのかっていうのを、見定めたかったなこれ、でもポートモーレスビーが本当にしばらくね、 安心して夜が過ごせるんじゃないかなっていう感じがしますよねさあではブリスベンの方に艦隊夜を通じて接近してます何敵の艦隊がいるダッハこれは何の艦隊だジュージュンさん駆逐さん うん、進路は西寄り。いや、この艦隊だったら先にブリスベンの基地航空隊潰しておいた方がいいな。飛行場を潰した、でかすぎる。まあ、運用素もかなりでかいですし、えー、味方の航空機が43機未機関ですけど、まあ、それにしたってでかい。もう次ね、本当に。 あのー、費用。運用。企画に関しては、これだって、正規空母だからね。この正規空母、費用と、まあ、カスガマルはどうでもいいので置いておいて、えっ、ー、と、運格うん、運用。えっ、ー、と、これらに、絶対に飛行機を乗せましょう。守備隊を削った。よし、ブリスベに突入だな。 いや、ここまで本当に順調だな。あとは本当に何て言うのかな。あのー、アメリカ軍の反抗作戦がいつ始まるのか。それくらいですかね、心配な点は。 天気地攻撃を行っていきましょう。えっ、ー、と、敵を発見しても攻撃しない。いや、まあ、攻撃はするね。えー、通称破壊は行わず、揚陸戦を行いますと、空撃のみを行いますじゃなくて、攻撃も行います。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。これでいこう。で、第一艦隊の方も同じ指示に変えていきましょう。 ブリスベンに対して、再び、空撃を行っていく。蛮行施設も要塞度も破壊した。これで、ブリスベンに対しては、上陸作戦、すんなり行くはずですね。あと、敵の艦隊が、まあ、いるはずなので、 その艦隊に対して空撃を仕掛けていきましょう。オーストラリアの第一艦隊。よし。巡洋艦5隻撃沈。攻撃目標は敵。ここはでも、うん、あんまり絡みたくない。正直言って。正直言って絡みたくない。 空撃で仕留めたいですからね。で、第一艦隊の方は、敵艦隊に対して、もう壊滅させに行きます。うん、壊滅させたね。完全に壊滅させましたね。これで、えー、オーストラリアの第1艦隊が壊滅です。まあ、事実上おそらくオーストラリアの海軍は これで壊滅したんじゃないかな。危ない。というか戦艦が沈められた。春菜が沈められたな。これブリズベンの基地が回復しちゃったんだな。厄介なことに。ま、ただ、これで終わらせる。何守備隊が15復活してて、飛行場が復活している。これは厄介だな。 早めに決着をつけたい。よし、ブリスベン取りましたね。春菜がちょっとやられちゃったのが痛いけど、まあ、ここはしょうがないと踏んでおきましょう。で、ブリスベンは、えっと、まあ、ワンコーシテ4のところなので、 ま、修復はできますと、戦艦のね。えー、そういったところもやっていきましょう。であと、春名が沈められちゃったので、まあ、春名の補充をしなきゃいけないんですけども、えっと、艦隊、見ておくと、戦艦クラスは、ないと思うので、一番大型艦でも K ンか、K ンを何隻か、ブリスベンに向かわせて、ブリスベンで、 ま、回復させるかですね。まあ、第一艦隊も、第五航空艦隊も、第五航空艦隊に関して言うと、まあ、本当に第三戦隊は、悪天候によってね、艦艇を失ったことによって、ル名を結果的に失うことになったんじゃないかなと思うんですが、まあ、そうも言ってられないので、えっと、一旦ブリスベンで待機させて、ブリスベンで艦隊の増強を行っていきましょう。 えー、ではあ一旦ここまでにさせていただきたいと思います。はいというわけで、えー、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、えー、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければあ嬉しいなというふうに思います。